ではよろしくお願いしますジョンこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願い,いたします巡業中の合間を縫ってご出演いただくというこでいえいえもうちょっとスケジュールを改めて見たんですけどすはい大変ですねこれまあ巡業はねいつものことですからねうん まあえー、こんな感じですね。はい、えー、6月の30日からずらーっと、はい、ずらーっとずらーっと、はい、今1010 10日までがここまでが終わったんですね。そうですね。えー、と10日のえ昨日の山形まで終わりましてね。でもまだ3分の1ぐらいですね。はい、<laughs> まあ うううとそういうことそいこなりますねん何日間だ ?12345678910111213145161781922 日間だから22日間そうですねで今終わったのが1234567だからそうねほんと3分の1そうです、ね、ち,ょちょうどうまあ演目からいきますかね、えー、そうですねはいお願いします はい、まあ、演目は、えっと、今回2演目でして、えーまあ、菊畑という、えー、演目と、まあ、土雲ですね。えーでまあ、両方とも多分、松六さんは割とお好きな演目と見えて、ですね割とよく描ける演目だなというふうな、えー、印象があります。ああ、そうですか。菊畑は<で>私見て、見たことないかもしれないな。 はいはい、すい今回の僕、ちょっと聞く畑はですね、あのまあ、これ、黒みの三味線も入るんですけれども、うん、あの今回こちらはあの私は、えー、演奏しておりませんので、まああの、うん、今日は土雲の話をまあメインで、えーまあ、その舞台のお話は土雲の話をメインにさせていただければと思うんですけれども。うんと土雲は縦三味線ですね。はい、縦三味線です、はい うん、まあ結構半々ぐらいかな、これ、松、え、緑、ー、さんと、えー、亀蔵さんと左近、うん、さんあ、この3人がそうですね、土蜘蛛のこしらえですね。うん、ここのこう斜めにこう、そうですね。で、まあ、下の倍石さん、万太郎さん、慎吾さんが、えー、これが、えー、菊,<原>菊畑の、ねえー、こしらえになってますね。うん まあでもこれちょっとね、今改めてこうやって見ても、ですね、うん、もうこの衣装だけでも移動してるの大変だなって改めて思いますね。<laughs> <laughs> 本当に、本当にそう思いますよ、こ <laughs> あやあっ、ね、早速いろんなお話入っていきますけれども、とにかくあ普段ね、歌舞伎の公演っていうのは、まあ、あの一番ねよくやるところが東京の歌舞伎座というところで、ここでね、えー、まあ、 毎日のように、えー、歌舞伎をやるわけですけれども、まあこういったね、うん、その衣装ですとか、かつらですとか、まあ我々の楽器も含めて、うんえー、まあもうね、一、えー、月そこでやるときは、えー、そこにずっとね、置いておけるわけですけれども、巡、ね、業というのは、うん はい、あの本当に日替わりで場所を移していきますのであのもう丸,丸ごと移動していくわけですから各セクションいろんなご苦労があると思うんですけれどもそこは、えー、長田に特化して今日はお話を伺えればと思います。でそうですね はい。は把握してないんですけれども、今回、ねすく、少なくとも今回、東コースとはいえども、あの西はさ、ね、一番西で広島まで行きますので、そうなんですよ、僕、何が聞きたかったって、それを聞きたたかったんですよ、えー、そうなんですよね、だからこの辺がね、東っていうともう、あのねまあ、本当、東京が一番南ぐらいで、あのもうずっとね、えー、北海道とか東北を回ってるイメージなのかなと思うんですけど、あの必ずしもそういうことではなくて。 そうなのね。でも、西コースを今、ちらっと見たら、西はだいぶ西でした。ああ、そうですか。ああこれね、今ちょっと戻るけど、ほら、ここが西コース。はい。あ、そっか、その日程を見ると面白いのかな。あでも、8月31からでひ、同時じゃないのか。あ,あもちろん、もちろん。え同時に巡ってのはな、ね、なかなかないですね。うん,うん。だから、月が違うから、ちょっと見損ねたんだ。申し訳ない。はい。 でちなみにこれはこ神奈川でしょ、うん、だこの辺もね、ちょっとあのどういう理屈なのかがちょっと分かんないんですけれども、必ずしもそのうう上からなん南下してくるって感じでもないっていうところが、まあ、また面白い面白いところですけどねまあ各地、各地の会場の、ねうん、ご都合もあるだろうから。そうなんですよ、結局ね。ねだから、え綺、え、麗に来たからとはいかないだろうね。そうですねえと。また割り込んでもいいかしら。 どうぞどうぞ。間違えちゃったりしないのな、何を行く場所,場所とか。<laughs> いやー、そうね、まあ、それはさすがにないんですけど、うん、でもね、あの、そう、だから、まあ、例えば、その本当にね、あの、その完全に土,土地を間違えちゃうってことは、まあ、あんまりないですけど、あの、この間ね、札幌に行ったときは、うん。 ああのまあ、もちろんその僕ねその工程表といいましてあの劇場の名前とか住所とかあの細かく、はいえー、もちろん載せていただいてるんですけどうん、うん、あのなんとなく思い込みで、うん、あ札幌ってなんかいつもあの会場だよなとかって思いながら怖でで,でまあもちろんあのねグ、えーグルマップとかであのそのそ劇場まであれしたりするんですけどその自分が頭で思い浮かんで 思い描いてる劇場となんか全然あれ違って、うん、俺こんなとこだったっけなと思ったらまあ違う会場だったってことはありましたけどね <laughs> あのあでもだから本当にこ今回札幌の時は、えっと、とある先輩は、うん、あのその劇場まで一回行っちゃったって言ってました完全に思い込んであり,ありゃありゃ、まあ、あの近,いえ近いから大丈夫なんですけどよかったね、うん、でしかもね楽屋まで入ったらしいんですよ <laughs> で、あれってでなんか、あのの札幌の今のところね、札幌の会場だけだったんですけど、そのスタッフ証みたいなこの通行証みたいなのを渡されてうん、うんで、これで入ってくださいって言われてる通行証があったんですけど、違う会場でそれ出したら入れたらしくて、入ってから、あの長唄の楽屋、どこですかって聞いたら。 何言ってんだろう、この人みたいな感じで、まあ、気がついたみたいなことはありましたけどね。<laughs> よかった。<も>なるほどねあ、はいまあ、それでも会場によってちょっといろいろですけれども、もちろんあの小六さんはあのもちろん音も聞いて動いてくださってるんで、その辺はこちらも、えー、安心して、えー、やりますけれども、<ー>でもねやっぱり怖いですよ。例えばは早く弾きすぎちゃって。 足りなくなくったらどううしようとかゆっくり弾きすぎてす,、うん、すごい,い音が余っちゃったらどうしようとか <laughs> いろんなこと考えながらやってますけどねうもう今お話聞きながら想像し,たしてただけでも胃が痛くなりそうですもんね <laughs> この毎日違う会場へ行ってそうっすねやるっていうのはだからその最初の えー、鎌倉が初日だったのでの前の日にその同じ会場で舞台稽古っていうのをするんですよ、うん、巡業っていうのは大体慣例で初、初日の劇場を使って舞台稽古するんですよ。で、そんなに広くなかったんで、さっきからずっと話してるそのクライマックスの立ち回りのところですね、はい、まあ歌舞伎座で弾いていたよりは、ちょっと早く弾いちゃっていいかなと思って、うんうん、少しこう早めに。うん えー、アップテンポで弾いたらやっぱりちょっと最後が合わなくてほほほうほうほうであちょっとギリギリだったなと思ったんですけどやっぱりまあ案の定、あのー、舞台稽古終わった後にあのー、まに、あ、そこの箇所のことを我々「働き」っていうふうに呼ぶんですけど松緑、うん、さんから「あの働きちょっともうちょっと見計らってくんないと間に合わないからさお願いね」みたいな感じでやっぱり言われまして。うんうん で、今月ね、あの、ちょっとその、ダブルキャストなんですよ。あの、四天王とか、ええー、はいはい、その辺が、配役がダブルキャストになってまして、後半ね、あの、土もののちじてが。はい。これですね。はい。で、これ今、一番手前に映ってるのがた田中社中って書いてあって、これ、まあ、あの、お囃子の方々の社中なんですけど、でも、まあ、うんうん、同じですよね。こういうケースに、まあ、三味線ね、えー、あのー、最近き言っよ長って書いてある。<laughs> そうそうそう必ずセクションが分かるようにこうやって書いてあって今映ってるのはこれプラ,プラボテって言ってプラスチックのボテなんで、まあ、こういう方にはあの、うん、着物とか草履とかそういうものを入れてその裏側の,そのジュラルミンのケースの中に三味線ですとか、えー、歌の剣道とかそういう、ねえー、壊,れにくい壊れたら困るものを入れて運んでもらうっていう感じですね。 なるほどねー。えー、これ年季が入ってますね、これね。そうそうそう、もうかなり、まあね、もう今まで歴代の先輩方が大事に、えー、使ってきた、えー、ジュラルミンケースなんでね。えー、これを。えー、あでこんな感じでですね、こう長唄柏葉洋次郎とガムテープ貼って、うん、えこうやって準備すると、あの各劇場にこれ。<laughs> かわいい <laughs>。 これ、これ多分ねそのあの、巡業の東コース用のっていう、ね、目印のリボンなんですよ。これはね、頭取さんがつけてくれるんですけど。男子チュクローそうそう、で、歌舞伎座のこれね、あのー、駐車場があるんですよ。うんうん、で、その、まあ、半地下みたいなところに、この荷物をい一手に集めるんですけど、結局、今月、うんうん、松竹座もやってるでしょ。はいはいはい。 松竹座の荷物とかも同じとこに集まるんで、だそれがそのバラバラにならないようにじゅ巡業はこうやって、あのー、目印がついてるんですよ、こうやって。もう本当によく毎日無事に上演してるよね。<laughs> いや、だその頭取さんっていう役目も本当大変だと思うんですよね。そう。かうせいちゃんの縦三味線の時に見に行きます。そうですね。うんこ、ここぞっていう時があれば、ぜひみんなでまたツアー組んで、はい、はい、行きましょう。来てください。 ちゃん,、うんうんうん、反対側、ねはい、そう反対側からね。まあまあ同じような写真で。お大人席があるのかお大人ってほどでもないけど、ここはもう歌舞伎関係者様用のお食事どころになってんだ。松竹大歌舞伎ご一行様ですよね。なるほどね。なるほどね。ええ、で、せいちゃんはこの浴衣を着らんないと。 き来,来て寝らんないとかね <laughs> あ着。着るけど、寝るときは着替えるっていうあ。そういうことね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> これ、ご飯なんだろうな。鶏肉かな。なんだおな。これね、たたし確かね、これちゃんと取ったやつ取ってなかったっけな。あ、ほんとぐらいにあるんじゃないおーおー、お肉じゃないそうそう,そうそう、この時はね、豚肉の生姜焼きみたいなんですかな、ね、それ。へぇ。お刺身があって。うん。 これもちょっとしたお寿司があって。で、これ、せんべい汁ってやつがこの鍋の中に入ってたの。これかなこれ。それを割って、その上に鍋に投入するんです。あれ、どこだああ、2時間になります。ありがとうございます。あっという間に、こんなお時間になりました。とんでもない、とんでもない。本当、お忙しい巡業中の中、本当に。いえいえ、とんでもない、とんでもない、とんでもない。僕もちょっといい息抜きになりました。よかったです。 じゃあ明日、頑張って楽屋一番で。はい。今回のメンツーにはせめて負けないっていう。<laughs> 確かにそうですね。そうです。ぜひ。はい。期待しております。ありがとうございます。あとなんか宣伝ありますかそうですね。ですから、あの、まずは、えー、あさってかな。あさってのその清井町やで。まあ、ね、同じですけどね。えはい。巡業のことになりますけれども。ねね、調べてみよう。<の> はい、皆様でお話をさせていただきますし、じゃあ、本当、あと3分の2ありますけど、体調にお気をつけて、はい、ありがとうございます。無事、千秋楽迎えられます。千秋楽というのは、2日前だけど、ね、ねはいええ、無事終えられますよありがとうございます。じゃあ、じゃあ、今日は遅くまでありがとうございました。そうですね、いやこちらこそあの、ご視聴の皆様も本当に、えー、夜遅くまでお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 はい、ではでは。またね、SNS でも、洋次郎さん行き、行く先々のご飯とか出してもらって、はい。そうですね。なるべく、ね、あの今月中は結構 SNS はめに上げるようにしてますので、ちょこちょこその様子をね、えー、お伝えできればと思ってますので、はい、ぜひ、あのーまあ、最近はインスタグラムが中心ですけれども、うんあのー、覗いていただければと思いますので。はい。ではでは。 ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。はい。あ、それを消せばいいんだね。はい。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。